皆さんこんにちは、ゆてぃびろーイエス。今回はなんとのラファエルさんが出した本、無一文のドリーム、読んだことあります。はい、結構まあいい言葉ね、これたくさん詰まってんでね。はい、今回読んだことあります。どこいいかな、あ、ここでね、下から。はい、ライバルなんて僕ら存在しない、下は下は僕は僕だから。結構いい言葉じゃないですか。はい、ライバルなんて存在しない、確かですね、人は人ですね、やっぱり。次どこかな、次は。これだ。近見で揃らずに、相手と共にする、茨城の選択肢。ここもめっちゃ名言っすよね。やっぱりいいっすよね。次どこかな、これだ。新しい扉を見つけ、自分の力で開ける時期が訪れた、と僕は感じた。果たして今自分に、どれの価値があるのか、知りたいという、純粋な気持ちからだ。ここもいいっすね、やっぱり。これ、はい。設定的に睡眠時間が増えたらどうなのか。1年が12ヶ月ではなく、13ヶ月である。努力でできない仕事はない。ああ確かそうっすよね。努力でできない仕事ってなかなかないっすよね。はい、次は確かこれもいいっすよね、ほら。本気でやりきれる動画で結果多く違ってくるって。いいっすよね。あとまあな、あとまあ4、5分、これいいやつ読んだらもう終わりますね。お、これ、これ、ほら。単純に努力がないなら、その3倍働くしかない。なるほど。能力がないなら、まあ確かにまあ何倍も働かないとか、ね、結構いいことが詰まってますね、やっぱり。違うな、勝てるかもしれないという儲けには向かいかない、絶対に勝てるという確信でなければ動かない。確かにそうですよね、これもいいっすね。はい、これ次、こちら。大切なのは何をやりたいの、やりたいかじゃなく、何が自分にあって何ができるのか。ここもいいっすよね、やっぱり。こちら、自分がやってダメなことなら他の誰がやったってダメなことなんだ。確かにそれもそうっすね、やっぱり。結構いいっすね、はい、一応まあ、こんな感じです。こんな感じ、見えないか、まあ一応こんな感じかな。はい、お茶席はまあ購入してください。はい、購入してください。こういう感じですね、こういう感じ。はい、じゃあ今回はこれで終わりと思います。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひお願いします。じゃあ、ゆてぃびでした。